お疲れちゃんです。ラットです。今日はですね、ガチバトルを、はい、やっていきたいと思います。というわけで、BO5、まあ、先に3勝かな、まあ、5戦ですね。長くて5戦で先に3勝勝った方が、まあ、勝ちっていうやつをやっていこうと思うんですけど、今日のまず対戦相手を紹介したいと思います。で、対戦相手がこの方ですね、ゆとさん。ゆとさんって方なんですけど、まあ、最多トロフィーは6500いってる方で、この方はですね、元クラメンなんですね。一緒のクランの人で先輩で、ですね、クラメンが、ブラストアライズっていうクランがあった時に、まあ一緒のクランで結構一緒にご飯行ったり、お世話になってた先輩なんですけど、まあその方とね、今日は BO5 をやろうと思いますってわけで、まあ、先輩なんですけど、手加減とかなしに、もうガチで、もう参戦で勝ちに行こうと思います。なんで、まあデッキどうしようかな。デッキ悩むんですけど、しょっぱなディガっぽい良くないかな。ちょ、これで。しょっぱなこの工場プラス、まあ、なんだろう。工場ババプラスの、まあ、スケとかプリンスの入ったデッキでやっていきたいと思います。というわけで、まあ、参戦で先輩を倒したいと思います。で、結構、あれだな、集中していきたいですね。アイゴレ。マスケ展開いい。アイゴレマスケは最近まあ何でもありますね。26はでもない、26なのかな。アイゴレマスケはスケラもありますね。バーバリアン入りのスケラか、あ、バーバリアン入りのスケラですね。ここで5打ちたいんですけど、5がないっていうこの事件。まあでも相手のデッキはスケラかロイホグもあんちゃありますね。まあ2択かなって感じですね。おや？テスラバーバリアマスケ。いや、わかんないな。わかんないけど、あのテスラは真ん中への手届くんで、あ、これちょっとあれです。まあまあ。プリンスがターゲット取ってから言うの出したかったんですけど、まあまあまあ。ロリバは、アイグレマスケ、バーバリアン。いや、まだわかんないな。なんだテスラって、なんだテスラって。まあでも、今テスラ咲いたんで、ここで、アイグレ、いや、工場で蓋してからのバーバリアン来て5打ったら、あ、クロスか。なるほど。これも逆サイプリンスとかで多分しんどいですね。しかもバーバリアン咲いたんで、これまあガゴぐらいつけて、オッケーオッケー、美味しい、美味しいですけど、相手のあの防衛クロスが残ってるのがちょい厄介ですね、こっちからしたら。ここで、まあ普通にテスラも残ってるって回ってきたんで、テスラ、マスケプラスの、あー、美味しい。危ない危ない。ここの防衛クロスを延命されるとちょい苦しかったですね。ちょいすることないんで、一回端前言うので、アイゴレかな？アイゴレ？うん、まあ、柵。まあ、後ろからマスケでも展開しとけばいいかなと思います。で、これアイゴレ、あ、待って、アイゴレ工場がミスった。これはまあ、バーバリアに5打ちます。ちょいミスですね。これ5打って、よいしょ。このまま攻めます。どうしようかな。これ、防衛クロスとテスラあったら、多分突破できない。エリポンのやつですね。ちょっと前にやってエリポンクロスか。後ろから硬い作って、相手陸受けがアイゴレとバーバリアンしかないんで、そこをプリンスで刺していくのが理想なんですけど、あれがな、厄介なんですよね、マジで。あれがマジで厄介なんですよね。こっち工場ぐらいで振って、いや、これ5打った、打ちたいんですけど、ババに。やばい。これ、やばいな。流れが。打ちたいんですけど、みたいなとこあるんですよね。打っても、みたいな。エリポン枯れるかな、これ。いや、それは美味しいですね。これは、相手多分、普通に、ちょっと攻め急いだ感が気持ちありますけど、危ないよ！やばい。まあまあ、これは、雪玉打って、やばい。ワンチャンやばいけど、左と右で、いい感じみたいなとこありますね。こう5打って、次のクロスを置いたときに絶対端前にバーバリアンとか来るんで、一回ゆっくり耐えます。一回ゆっくり耐える。OK。来た。これも逆サイツル。OK。OK、OK、OK。いい感じにターゲット取って、もしかもこれマスケが生きてる。あっ！マスケ！マスケッティーや。マスケッティーや。これちょっと耐えます。耐えるのに必死ですね。でもこれプリンスが OK。一
回こう耐えたんで、次のクロスも言うて怖くはないですね。ここでもう一回耐えて、相手がここで多分防衛クロスしてくるから、まあ、ワンチャン引き分け説もあるんですね。ここで、アイゴロ裂いたんで、ここでバーバリアン裂かせます。バーバリアン裂いたら陸受け空いてなくて、っていうのが入るっていうプランだったんですけど、まあ相手の受けが、良きでしたね。でもここで、単体プリンス。多分陸受けなくね、あー、タルババか。で、アイゴレか。いや、ってことは、シンプルにこれがきついから、バーバリアン回んないから、これ回んないから、これ雪玉打ったら、あ、てか陸がないから、絶対入るんで、あとババしかないんで陸。もう5だけ構えて。5を、OK。よし。よし、グッドゲーム。よし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 。まあまあ、まずは一勝ですね。危ない。ちょい危なかったですね、クロスが。クロスが残って。まあですけど、危ないな。危ない危ない。いや、2戦目な、どれにしようかな。一応デッキ全部違う感じの用意したんですよね。まあ大型のゴレと、まあメガナイト、ロイジェイと、あと高回転のリガポイと中型の今のジンギーなんですけど、まあどれ使おうかな。僕メガナイトこれ好きなんで、これでいきたいと思います。2戦目ですね。ワンチャン声が反響してるかもしんない。大丈夫かな、まあ、多分大丈夫だと思うんですけど、よろしく。ふぅし。で、どうしようかな。一回待って、ロリポパとか、あ、来るよね。来たらこれで。よいしょ。本当はロリババ裂いたからアウトローとか展開していきたいですけど、まあ初めなんで。アイゴレタルババ、いやまだわかんないですね。高回転のデッキだな。いや、バルーンかな。多分このデッキを使っている人はそんなにいないから、多分あの流行りのインフェバルーンだなと思います。多分ですけど。ああ、ですね。で、これエレキ。おお、いや、それは、プロすぎんそれはプロすぎんって思ったけど、危ねえ。やば。さすがにそれはプロすぎん。めちゃくちゃ当ててきたんですね。まあまあまあ。ってことで、相手は流行りのコウモリだったかな。いや、コウモリか吹きは出てないけど、多分コウモリですね。いや、エレキだった。ん？あれ？待って、俺が全然見てない。相手のデッキを全然見てない。これちょっと端前止めて、これちょっとこのバルーンワンチャン防衛できないかな。いや、アウトローで頑張るか。アウトローで防衛して、一発頭入りますね。オッケーオッケー。一発で抑えたら、まあまあ、まずまずですね。で、ここのメガナイトで、が無駄になればちょっと辛いですね。ワンチャンやばいな。ワンチャンやばいけど、まだ前ますね。ここで何が出るかな。コウモリ。そう、テンプレですね。普通にテンプレですね。ここステイしてリガ来たらエレキ受けで、こう遅めにエレキ出したら、後ろのディガーもやってくれるんで、今アウトロー回ってないんで、普通に固めてロイフ出して、雪玉あるからコウモリは飛ばさない。ですね。一回待って、オッケーオッケーオッケー。これ、ケツアウト、ケツメがないとして、形作って、一個られても一個理解するイメージでいきたいですね。オッケーオッケーオッケー。相手は、なかなか攻めの形作れないです。オッケー。で、真ん中コウモリでターゲット取って、インフェノ。で、まあ、一回ポイズン削りで、相手のインフェこれでなくなったんで、ここでロイフ飛ばしたいですね。大体あの、このホバリング処理がコウモリしかいないんで、後ろのエレキは多分相当厄介だと思うんですよ。ここでホバリング追加して、普通にホバリングの処理相手できないんで、アイゴレが溶けてから、タルババコウモリ追加で、アウトローしかない、OK。で、あと808はワンチャンおられるんで、今の間にこう攻めて、まあ、防衛さしとけば、って感じかな。よし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 。危ねえ。危ねえ。しかもこれ、ワンチャンキング。オッケーオッケー。グッドゲームですね。よし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 。よし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 。じゃ先輩っすけど。先輩っすけど、関係なしね。関係なしにボコボコにしていくっていう。いや、まだわかんないっすけどね。BO5 なんで。ラストは、どうしようかな。ラスト、何にしようかな。マジで。クロスとバルーンってことは、大型は使わないのかな、多分。大型使わない系の人だと思うんで。インフィディガっぽいでもいいですけど、インフィディガっぽいでいくか。よし。いや、ラスト、これでもう勝って、分からせます。よし。
よろしく。で、まあ、ゆりごずちゃちゃっと咲いて、とりあえず相手の敵分かるまでは、まあ、丁寧に立ち回りしつつかな。攻めすぎず。あー、いや、ロイだな。多分これロイっすね。ロイジャイ。ロイジャイテンプレしかないよな。これは、普通にタルババで、いや、ポイズンでもよかったかな。まあまあ、タルババでやって、一応、ポイズン構えて、立つ戦来たらポイズン。ランバー型っすね。ロイジャイのランバー型のやつだな。ワンチャンライト来るかな。いや、このな。うん、一回これ、陸受けがないんで、逆サイド立つ戦、じゃあ言うので、多分メガゴッカビビか。エレキか。エレキあったわ。キョキョキョキ、まあ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 、このエレキ、いや、許容しない方がよかったな。やりゴブでタルババ回ってるかな。回ってないな。いや、これ受けやだな。最悪な受けですね。これをなんかユニット言うのかマスケとかで受けたかったっすね。とりあえず暇なんでタルババ転がします。暇なんでタルババ転がしてマスケで、まあロイはインフェ出しとけばライトだったらちょっと厄介ですけど、まあファイブだったら絶対止まるんで、で今ランバーあるんで U の切ったとてなんですよね。結局抑えられちゃうんで、オッケー。ここで今リク咲いたんで、ここで相手はエレキしかいない。まあエレキ、ああタルババエレキ、なるほどなるほど。でこれは、あ、やばい、やった、やばい、いた、戻ってきた戻ってきた。優秀優秀。ギガっぽいなんで削っときたいんですよね。もうちょいもうちょい削っときたいんですよね、マジで。ロイからして、おー、まあ後半の方が多分立ち回りやすいんで、前半に、んー、よいしょ。いや、もうちょい削りたいですけど、相手が攻めてきた瞬間にもっと攻めたいですね、僕は。これポイズンで削って、うーんって感じですね。なんか、いや、これは逆サインフェの、これ絶対ライトニング届かないんで、これやりごぶで頑張って、OKOKOK。いや、このまま美味しいですね。ランバ受けがあるんで、一回待って、受けてから陸受けが、あー、こっちに使わすか。こっちに使わして、これディガっぽいで。あ、いてぃ。でもこれは許容できるっすね。このランパ許容して、で、ここでプレッシャー与えて、ここディガーまで飛ばします。このディガーのダメージ痛いんで、相手からしたら。で、インフェもあるんで、インフェ置くけど、これ絶対ライト打たれるんで、縦線とかも出して、防衛します。このマスケは、まあ、どっちでもいいかな。OK。痛い。危ない。ちょっと待って。事故る。ランバ？え？え？ちょっと待って。やばい。痛い。これ多分ライトニングで落ちるんで、やばい。待って。これ縦線でワンチャンの飛来シーンみたいな説がある。いや、やめて。やばい。これ間に合わねえな。あ、終わった！ちょっと待って！最悪だ！くっそ。いや、マジか。いやー、これなランバーのところ普通にタルババ打っとけばよかった感がすごいっすね。いや、もったいない。まあ、もったいないな。で、今ロイで勝ったんで、ロイ連投が全然あるんですよね。ロイ連投が全然あって、ライト型なんで、ロイ連投があるとするならば、まあ、これでいきます。ちゃんとね、そこも考えていきます。勝ちたい。さすがに勝ちたいですね。よいしょ。よろしく。さあ、まあ僕はリーチなんでね。リーチなんで勝ちたい。とりあえず5分ぐらい置いて、ワンテンポ待ちますね。ワンチャンバルーンもあるんで、バルーンだった時に、ワンパンされるっていうのが怖いっすね。よいしょ。ゴレ対決っすね。ゴレ対決、まあまあ、どうだろう。小屋ある分、若干リードは分かんないですけどね、正直。後ろから展開して、これ全部ポイズンで処理で、まあゴレはミニペでどかしたかったけど、ないんで、まあいいかな。これポイズン打って、OK。これポイズンエレキで解けるんですよね、正直。
で、相手の追加に合わせてもユニット出してあげればいいから。オッケー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 。これちょっともう、後ろからゴールいきます。相手今ゴレ裂いたんで攻めれないんですよ、逆転を多分。普通に考えたら。うわぁ。あーちょっと最近あれだな、ツースペゴレだ。ツースペゴレですね。最近流行りの。最近流行りの、トルネロリババのスペルで、のゴレですね。これネクロ追加したらビビドラでやられちゃうんですよね。で、何も追加しないとこれトルネで吸われるんですよね。まあ、ワンチャントルネで吸ってくれたら吸ってくれたで、この公園の処理ができない気もするんですけど、どうだろう。ライダーとかだ、あ、綺麗に守れた。うまくない？ゆとさん？ゆとさん？ゆとさん落ち着いて。いや、1400だな。まあ、イーブン。同じぐらいですけど、キング起動されてる分が若干痛いかな。若干痛い。まあ、ランバー言うのなんで、逆サイ言うのだけ、しっかりロリババを構えて、警戒して、オッケーオッケーオッケー。同サイなら、まあ、縮んで受けて。よいしょ。このゴレですね。このゴレを、まあ、守りつつ、僕は攻めたいんで、やっぱ僕も。僕も後ろから片手突っ込みます。で、11なったら、11なったっすね、もう。もう、あとはわかんないっす。11なったら、11なったっすけど、でも気持ち守りたいですね。相手これは処理できないから、これ。もうそんなになんか。おい、ネクロ。おい、ネクロ。ネクロ。え？おみりべ？もうちょい頑張れ。オッケーオッケーオッケー。オッケー、頑張って頑張って。で、このゴレが、あ、トレーナーで持ってかれるのか。ってことは、11ゲーミングですね。11ゲーミングで、これキングが危ないんで、ミニペ出して、やばいやばいやばい、待って待って待って、ちょ、待って、やばい。痛い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 けど、相手、このゴレも刺さる。なるほど。なるほど。なるほどなんだけど。なんか、なるほどなんだけど。一回小屋置いて、ゴレ来たら、ゴリゴリで守りたいな。さあ、来ましたね。これポイズン打って、速攻溶かして、速攻溶かして、オッケー。これ多分ね、突破されないですね。これは多分守れますね。オッケー、ミニペ。オッケー、オッケー、オッケー。まあ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 。え、ババリュ。いや、ランバーだけマジでね、こいつヤンキーなんですよ。ランバーが残ってるとアホみたいに削られるんで、もう一回ゴムが置いて、一回受けから行きたいですね。で、これ僕は左にこれ出すように見せかけたら右出しますね。ミニペがあるんで右側の端前ぐらい多分守れると思うんですよ。まあ、一応警戒して、警戒して。いや、てか左でよかったな、ワンチャン普通に。ってことで左にします。大体スペルがないんで、普通にこれきついと思うんですよね。まあ、僕もこれきついんですけど。相手のライドラがビリビリしすぎてる。いい試合ですね。後ろからネクロ出して、またボーポイ貼れば結局守れるんで、ボーポイプラスのミニペで守れるんで、来た。ボーポイ貼って、ミニペで速攻溶かして、OK。OK。ネクロ OP ですね。OK、OK、OK。ほーむずいな。むずいっすね。マジでむずい。一回待ちますね。変に攻めすぎず、後ろからしっかり組み立てたら、絶対こっちの方が、有利だと思うんですよね。この相手の、だって、ユーノとかも餌になるんで、正直。これも別に、多分ミニペーキで守れると思うんですけどね。これ、ネクロ、延命します。タワー許容して、OK。ここの、左のユニットが残ったのはでかいですね。そしたら相手は多分これ左を警戒するんで、てか左ゴレでもいいんですけどね。右ゴレ、いや、真ん中ゴレだ。したらミニペも残ってる。あー、ミニペミニペ、オッケーオッケー。いや、あるある。あ、待って、ライダーやめて。ライダーな。あ、待って、ほら。来た来た来た。これこれ。だ右側、30、グッドゲーム。終わり方がちょっとね、もう、まあ、ミニペがただ優秀でしたね。いやー、でけえ。シンプルにやっぱ勝てると嬉しいですね。よし、ってことで、先輩をただ、分からせる動画。ただただ先輩を分からせる動画でも一応てか普通にうまかったっすね。立ち回りがめちゃくちゃ丁寧でしたね。ちゃんと守ってからので、いやーまあまあでもはい、さすがに負けるわけにはいかないんでね。というわけで
今日は対戦ゆとさんとやったんですけど、またとかあれですね、なんかプロとか海外のプレイヤーとかとやっていきたいですね。多分こういう系を僕は増やしていきたいですね。なんかデッキ紹介もしたりしつつなんですけど、意外と BO5 とかそっち系を増やしていけたらいいかなと思います。というわけで、まあ、今日こんな感じで終わりにしたいと思います。ではお疲れ様でした。